こんにちは、スタイリルソ大山俊です。今回の動画では僕が最近買ったノースフェイスのアウターがめちゃくちゃ良かったので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ノースフェイスというのはこちらの YouTube チャンネルの中でもですね何度か出てきているので皆さんもご存知かなというふうに思っています。アウトドアブランドではあるんですがあまりスポーティーなイメージが強すぎるようなブランドではなくて日常にもですね馴染みやすいような すごくベーシックで使いやすいデザインがですね特徴になってるんですね、まあ、このノースフェイスというブランドが僕は大好きで特にですねこの動画の中でも何度かご紹介しているアルパインライトパンツというものがあるんですがこれはですねもう8年ぐらい愛用していまして今僕が履いてるものはですね3代目になってるんですねそれぐらい気に入ったものがノースフェイスにはありまして定期的に僕はお店に訪れて新しい商品をチェックするようにしています そして今回、なかなか良いアウターを見つけたので、皆さんにご紹介してみたいなと思ってるんですが、その商品がこちらにあります。ちょっと持ってきますね。はい、こちらがその商品になりますね。まあ、いわゆるですね、ナイロンジャケットのようなものなんですけども、商品名はマウンテンソフトシェルフーディというものなんですけども、これはですね、たまたまお店に行った時に試着をしたんですが、なかなか感動的なアイテムだったんですね。まあ、そもそもこういったナイロンジャケットというのは、 僕はですね、メンツファッションにおいて結構重要なアイテムだと思ってるんですね。もちろんフード付きのスポーティーなアウターなので、綺麗めなアイテムというわけではないんですが、こういったものを用いながら、スポーツミックスみたいなスタイルもよく合いますし、あとはですね、ワンマイルウェアですとか、部屋着としてもですね、めちゃくちゃ活用するので、あるとすごく便利なんですね。 まあ先ほどご紹介したアルパインライトパンツもそうなんですが、こういったデザインがシンプルで使い勝手の良い,いアイテムというのがノースフェイスのすごく魅力的なところなのかなというふうに思っています。まあ、僕はですね、こういったナイロンジャケットは好きで他にも持っているんですが、もう一つ僕は愛用しているものがありまして、それがアークテリクスのナイロンパーカーなんですね。 こちらもまた動画の中では何度かお伝えをしているアイテムなんですがそちらと比べても着心地ですとか細部のデザインが変わってくるのでこの後ですね、実際に着ながら解説をしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみましたどうでしょうかもう少し近くでお見せしたいなと思うんですが。 なかなかですねバランスのいいナイロンジャケットに仕上がっているかなというふうに思っています。まあ、サイズ感に関しては割とコンパクトなんですね、まあ、最初はですね S サイズを着てみたんですがかなりですね小さくて僕はですね1 6 4センチ 55kg とですね小柄な体型なんですけども正直、S はですねピチピチになりすぎてしまったのでワンサイズ上げました。 場合によってはもう一つ上げて L サイズを着てもいいぐらいですねかなりコンパクトな作りになっているかなというふうに思っていますですので皆さんもサイズ選びはちょっと気をつけた方がいいかなと思うんですが非常にストレッチが効いてるんですね、まあ、素材なんですけどもナイロンが84%でポリウレタンが16%なんですねですのでこういっためちゃくちゃ着心地のいい仕上がりになっているのかなというふうに思っています、まあ、先ほどもちょっとお伝えしましたが僕はですねこのようなナイロンジャケットは アークテリクスのスコーミッシュフーディというモデルを持ってるんですけどもそちらと比べるとですねまずは着心地が違うんですねあちらのナイロンジャケットに関しては通常のナイロンジャケットを想像してもらいたいんですけどもちょっとシャカシャカとした感じがするんですが こちらの方がですね生地がもうちょっと滑らかなんですねですのであまり着ていてもですねシャカシャカした感じがしなくてあんまりナイロンジャケットという感じがしないんですよねそこがすごくいいなと思っている点でですので外でも着るんですけども意外とですね室内で活用することも多かったんですね最近は僕はこちらをですね事務所用の部屋着として使っていましてめちゃくちゃ使い勝手がいいアイテムかなというふうに思っていますそしてアークテリクスのスコーミッシュフーディーと比べて もう一つ便利な点がありましてそこがでですすねねこのポケットなんですよ、ねまあ、通常、ですねナイロンジャケットといったらやっぱりポケットがついているのが普通かなと思うんですけどもアークテリクスのスコーミッシュフーディーはです、ね、唯一欠点があってこのポケットがないんですね。 まあ正直ですね、このポケットって何に使うわけではないかなと思うんですね。ただ、なんとなくですね、たまにですねこう手を突っ込みたくなる時ってあるじゃないですか。ですので、ここにポケットがあるかどうかで気持ち的にもですねだいぶ落ち着きが出るんですね。ですので、このポケットがあるのがめちゃくちゃ嬉しいなというふうに思っています。一応、ナイロンジャケットという大枠ではアークテリクスもノースペースのこちらもそこまで違わないんですが、やはり先ほどもお伝えした通り、かなりソフトな着心地になっているので、より 部屋着ですとかワンマイルウェアとしても活用しやすいのがこちらのアウターなのかなというふうに思っていますこれはですね着心地もいいしデザイン的にもシャープでかっこいいので全大人の男性が持っておいていいようなアイテムなのかなと思っていますちなみに僕はこのナイロンジャケットを使う時にはどのようなコーディネートをするのかというと今のような着こなしが結構多いですね このナイロンジャケットの下にはユニクロのワッフルロンティーを合わせていますこの動画の中ではグローバルワークのワッフルロンティーを着ることも多いんですがあちらの方がちょっとゆったりめのシルエットで生地も厚みなんですね一方でユニクロのワッフルロンティーに関してはですね割とですねサイズ感はコンパクトでしかも生地が薄いのでこのようなナイロンジャケットとの相性はいいかなというふうに思っていますそしてこのロンティーの方がアウターよりも少し着丈が長いのでちょっとだけ見えるんですね ですので全身がブラック系の色が多かったとしてもちょっと差し色的にはなるかなというふうに思っていますでボトムスなんですが僕はですねブラック系のスラックスを履くことが多いですね、まあ、スラックスといってもストレッチの効いたリラックス系のものが多いのでイージーパンツに近いようなものなんですが こういったものだと一応センタープレスが入っていたりするので少しですね、ナイロンジャケットのカジュアル感というところを和らげることができるかなというふうに思っていますもちろんこれはですね、ブラックジーンズとかでもいいかなと思うんですが上下ともタイトな感じよりはですねスラックスには少しゆとりがある方が僕は好みなのでこういったスタイルにすることが多いですそして足元は見えなくて恐縮なんですがニューバランスのスニーカーを合わせています 色はダークグレーとホワイトの2色になっていますね、まあ、こういった形で全身をコーディネートしているんですがワンマイルウェア的にも使えますしあとは子供とアクティブに遊ぶ時なんかはですね、このような着こなしはめちゃくちゃ重宝するかなと思うのでぜひ皆さんですね、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っていますそして便利なのがこれがですね、そのままランニングウェアにも活用できる点なんですね僕は日常的に走るようにしてるんですけどもその時の着こなしって結構悩んだりするんですね 今日はちょっと小雨が降ってるからやめようかなって思うタイミングもあったりするんですが。 まこちらはですね完全防水というわけではないんですがちょっとした雨だったら十分弾いてくれるのでめちゃくちゃあると便利なんですね。僕の場合はこちらのノースフェイスのアウターを羽織って下は短パンですねこれもノースフェイスのものを愛用していましてそしてその下にはスパッツを履きながらランニングをするようにしています、まあ、ランニングウェアを構成するときにも様々なスポーツブランドがあって、まあ、ナエキだとかアシックスだとかアディダスだとかいろんなブランドがあるんですが 僕はですね結構ノースフェイスが都会的でシャープですごくランニングウェアとしても適しているのかなというふうに思っていますそういったランニングだとかスポーツシーンにもこちらのアウターはめちゃくちゃ活用できますのでぜひ皆さんにもですねこちらのアウターチェックをしていただきたいなというふうに思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて定番的で使いやすいアイテムをどんどん解説していきますのでよかったら皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは次回の動画もお楽しみに